国鉄12系客車パノラマライナーサザンクロスパノラマライナーサザンクロス専用機 ED76-78 に牽引されるパノラマライナーサザンクロスパノラマライナーサザンクロスは日本国有鉄道が1987年3月に改造製作し同年4月の国鉄分割民営化後は九州旅客鉄道が1994年まで保有していた欧風客車で ジョイフルトレインと呼ばれる車両の一種である。国鉄文字鉄道管理局では、1972年より、スロ62系、スロフ62系客車を改造した和式客車であるスロ81系、スロフ81系客車の6両編成を運用しており、1980年には初めて12系客車を改造主車とした和式客車を登場させていた。 さらに、1983年にはスロー81系、スロフ81型を12系客車改造の和式客車に置き換えている。しかし、旅行形態の多様化により、観光バスでは2階建てバスに代表されるように、デラックス志向が高まっていたため、これまでの和式客車では対応できなくなりつつあった。このため、幅広い層の利用者がくつろうぎながら、 旅行を楽しむことが可能で、会議など多目的な用途にも活用できるゴージャスな車両を目指して開発された車両である。折しも国鉄分割民営化の時期であり、新しく登場させる車両は JR 九州の目玉商品として計画されることになった。いずれの車両も12計客車から改造されており、両端の車両はスロフ 12K700 番台。 中間の車両は、オロ12系700番台である。改造は、和式客車の改造実績のある、小倉工場が担当した。括弧内に、旧車号を記す全車両が、グリーン車扱いである。なお、中間で分割した3両のみでも、運用可能とした。九州のイメージを盛り込み、ゴージャスで斬新なデザインとした。 客室はゆったりとくつろげる豪華なホテルの雰囲気が味わえることを目標とした。車体色は九州の熱い情熱と燃える太陽を表現するためベースカラーをメタリックレッドとしスマートさを表現するために白と銀色の帯を巻いた。メタリック塗装を採用したのはジョイフルトレインとしては初めてである。全員車両とも側面の窓を二段窓から 固定窓に変更した。1号車が該当する。スハフ,フ 12K の乗務員室側連結面を、編成内側に向け、便所、洗面所を撤去した上で、車端部から5.55メートル分を大枠を、残して切断し、展望室の構え体を接合した。展望室は高さを車両限界いっぱいまで、天井高さを上げたため、展望室直後に AU77、 ガタ集中式冷房装置を設置した。展望室は床の高さを 350mm 高くし、回転式の座席を7脚設置した。7脚のうち3脚は座面幅が広い仕様となっている。カラー調光装置を導入し、様々な雰囲気の演出を可能にした。また、展望室床下,下には温風暖房装置を設置している。客室部分は、 ラウンジとなっており、ソファとテーブルを設けた。テーブル内には、ビデオモニターが内蔵されている。ラウンジの連結面よりにはステージが設置されているが、ステージ背面には、マジックミラーを使用し、カラオケの際には、フェニックスの動画が映し出されるという特殊舞台装置を設けている。舞台効果を高めるため、展望室のカラー調光装置とも連動している。また、 オーディオの集中制御装置を設置し、すべての車両に、ステージの模様を各車両に配信可能とした。オーディオ回路は3両のみでも使用可能な回路構成とした。本車両のモケット色は紫色系のものを使用している。2号車から5号車までが該当する。客室片側に560ミリ幅の通路を確保し、座席部分は、 床の高さを150ミリ高くした上で、一人掛けと二人、掛けの座席を1342ミリのシートピッチで、千鳥式の配置とした。座席は45度刻みで360度回転が、可能なリクライニングシートとなっており、リクライニング傾斜角度は60度と大きく確保し、簡易寝台としても、利用可能となっている。奇数号車の座席のモケットは、紫色系。 多摩数号車では赤色系のモケットを使用した。六号車が該当する。展望室部分はパノラマラウンジカーと客室部分は中間車と同様の構造になっている。本車両のモケット色は赤色系のものを使用している。名古屋鉄道が保有、運行していたパノラマカーの愛称で知られる車両については名鉄7000系電車を参照。専用機。 で10131と ED7678、いぶ運転所に所属していた ED7678 とで10131が専用機として指定され、客車と同様にメタリックレッドのベースカラーに白と銀色の帯を巻いた塗装デザインとなった。1986年9月27日に改造のため車となる車両が小倉工場に入場し、 同年10月1日から改造工事が開始された。改造工事は1987年3月20日に終了し、文字湖運転区に配置され、福岡や長崎など各地で試乗会が催された。団体扱いの列車では、同年4月1日の九州一周の旅から運用を開始した。九州内のみならず、本州や四国にも乗り入れたが、 JR 九州では1994年にジョイフルトレインの全廃を決定したため、同年3月限りで運用を終了し、同月24日付で廃車となった。客車の廃車後、専用機関車の ED76-78 は1994年内に廃車となった。で10131は一般職に戻され、引き続き使用されたが、 2001年3月に廃車となった。ありがとうございます。